Engine for the life. 旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。For the life. 車で行こうです。今日ご紹介する車は K のスーパーハイトワゴン、三菱 EK クロススペース、 EK スペースです。 EK スペースを6年ぶりにフルモデルチェンジし、さらに SUV テイストのクロスオーバーモデル EK クロススペースを新たに設定しました。三菱らしい力強さを表現した EK クロススペースとスタイリッシュな EK スペース、室内は使い勝手がよく快適なスペースを確保し、先進の運転支援技術と安全装備が自慢です。三菱自動車と日産自動車の合弁会社が企画開発マネジメントした三菱スタイルに期待です。はい、それでは早速見ていきましょう。フロントフェイスに三菱自動車のデザインコンセプト、ダイナミックシールドを採用した EK クロススペース、 SUV らしい力強さと安定感を表現しました。そして EK スペースは一体感のあるスタイリッシュなデザインで、親しみやすさと上質感を表現しています。たくさんの荷物を運んでも開口部はゆったり、ハンズフリーオートスライドドアも採用しています。広々として快適な室内空間は小さいお子様がいるファミリー向けでも安心です。高速道路同一車線運転支援技術マイパイロットを設定して、アクセル、ブレーキ、ステアリング操作を支援します。パートレーンは 660cc 直列3気筒ガソリン自然吸気とターボです。ハイブリッドシステムを採用することで加速性能と燃費性能を両立させています。EK クロススペース、EK クロスの価格はご覧の通りとなっています。今や日本の乗用車では最も売れている K のスーパーハイトワゴン、その走りが気になりますよね。はい、ということで試乗レポートの前に一旦 CM です。人気沸騰の K スーパーハイトワゴン、三菱 EK クロススペース T に岡崎五郎が試乗します。Engine for the life. はい、今日は EK クロススペースに試乗しています。これ先日レポートした日産の、ルークスと、これもうメカニカル的には一卵性ソーセージの車と言ってもいいんですね。ただ大きく違うのはやっぱりデザインなんですね。で、今日乗っているこの EK クロススペース、すごく攻撃的な顔をしています。一方で EK スペース、すごくプレーンでおとなしい形をしている。このコントラストがはっきりしているのが EK スペースシリーズの特徴です。ルークスの方がプロパイロットを選べるグレードが絞り込まれているのに対して、この EK の方は結構いろんなグレードで、三菱のネーミングですね、これマイパイロットが選べたり、それから先進安全装備とかいろんなオプションが選べる。で、一方で日産のルークスの方は最初からそういったものがついているということで、表面上の価格は
この EK の方が安いんですけれども、いろんなものをつけていって装備レベルを同じにすると、日産のルークスの方が、ちょっと安くなると、そういったあたり の、 そのグレード構成オプションの考え方も違っていますよね。はい、料金所からの加速なんかも、もう本当にこれはルークスのターボと同じです。当然ですよね、ボディが同じでエンジンも同じ、トランスミッションも同じということで、まあターボであれば全く通用のない、加速をしてくれますので、周り の、 その交通の流れに楽に乗っていける、まあ、日産でいうプロパイロットが、三菱ではMI パイロットと書いてマイパイロットと読ませるんですけれども、ネーミングを変えて搭載されています。まあこれもハードウェア、ソフトウェアともに同じなんですけれども、まあでもここまで同じものなんだったら、プロパイロットっていう名前でも良かったんじゃないかなという気はしますね。この種の新しいものはやはり同じネーミングを使ってどんどん認知度を上げていった方がいいんじゃないかなと。制御の質が上がってきてます。前の車に追従する時のアクセル操作ですね。それから、まあ、例えば前の車がちょっと軽くブレーキを踏んだら、それに応じてこの車もブレーキを踏んで減速してくれる。その加減速のタイミング、ブレーキのタイミング、そしてブレーキの強さあたりを含めて、とても丁寧な運転をするドライバーの横に乗っているかのような、そういうすごく、いい制御をしてます。こう自分で切ってやろうという感覚はほとんど持たずに、車が、スーッと今カーブですけれども、はい、ステアリングを今左に軽く切ってくれてますね。でこの切るタイミングとか、それから車線の中をトレースしていく能力もやっぱりこう最新式になればなるほど向上してますよね。さあ一般道に降りてきました。まあこの上り坂でも楽々走っていくよというのも、ルークスハイウェスターと同じなんですが、今あのアクセルをちょっとこう深く踏み込んでいって、で戻した時にちょっとこう車が揺れるんですね、前後に。でこの辺りのその動きの洗練度というのはもうちょっと上げたいところですよね。この EK クロススペースなんですけれども、この SUV テストがちょっと入ったデザイン、すごくこうアイキャッチなデザインですよね。一方で僕は EK スペース、すごくこうプレーンなデザインも悪くないなと思うんですね。今後望みたいのは、まあ同じこうプラットフォームを使って作る車といえども、やはりこう日産と三菱っていうのは違うメーカー、違うブランドなので、その両者のキャラクター分けをもっともっと明確に走りのテイストにまで与えていってほしいなと。そうなった時にやはりこの戦略っていうのはもっと多くの人に支持をされるんじゃないかなと、そんな気がしますね。はい、それで安全性の評価に行きましょう。このようになりました。まあ、軽自動車なんだけれども頑張ってますよね。評価はよくできましたです。そして燃費なんですけれども、今回は市場で204キロ走ってリッターあたり 12.8 キロとなりました。あのルークスが確か12キロ台前半だったんですが、今回試乗した日は結構気温が低かったんでエアコンがあんま使わなかったということで、うん、このぐらいだろうなという感じの燃費ですよね。ともちゃんどうでした？はい、あの加速するときはモーターアシストを行う仕組みがついているので、上り坂は結構スムーズだなと思いました。うん、あとはカーブなどで意外とグラッとくるロールが少ない感じがしましたね。確かにね、結構足回りはしっかりしてますよね。そうですね。はい、はい、それではここで三菱 EK クロススペースのユーティリティチェックです。まずはリアシートへの乗り込みです。キーを持ってドアの下に足を入れるとこのようにドアが開いていくんですが、これ荷物で手が塞がっている時などは嬉しい機能ですよね。さらに乗り込む時、このドアの開口部とても広いし床も低いんですよね。まあ、ハンドグリップついてますが、まあ、そのまま正面を向いたまま乗り込めちゃうぐらい広いです。
リアシートなんですが、これ今一番後ろにスライドしている状態になります。この状態で身長162センチの私が膝前の空間を測っていくと、なんと原骨6個入ります。そして頭上もかなり高いですよね、小さなお子さんが立って着替えられるぐらいのスペースということで原骨5つも入りました。そしてさらに便利なものとしてはこのように左右の座席がそれぞれ独立してスライドできるほか、このようにサンシェードがあったり、あとはシートバックテーブルですよね、これも便利です。さらにこのシートの背面なんですが4キロの重さに耐えられるフックとか、あとは USB ですね、これでスマホが充電できそうです、そしてラゲッジルームです。こちら開けていくと大きな屋根になってくれそうなスペース、開口部は垂直ですがかなり大きいですね。そしてシート後ろの状態だと奥行きはほどほどなんですが、なんと後ろ側からスライドができるのもこれ便利なんです。そうするとかなりのスペースが確保できます。シートアレンジです。50対50の分割加工式のシートになっていて臨機応変にアレンジできます。さすがにスーパーハイト系は広いよね。そうですね、天井までの高さがあるので、そうだね、はい。この後は担当者の方にお話を伺っています。はい、それでは企画を担当されました吉川さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉川さん、今回、EK クロススペースとそれから EK スペース2種類のこの車出してこられたじゃないですか、僕はすごくキャラクター分けがうまいなと思ったんですけれども。スーパーハイトワゴンというセルが高くてスライドドアのついたタイプは いわゆる子育て世代といいますか、女性の方に好まれる傾向が強いです、ただ、なので EK スペースの方は、しっかり女性のお客様に受けるようなデザインに仕上げたんですけれども、こちらはどちらかというと男性にですね、一人でこういろいろ荷物を積んでどっか旅行して行ったりキャンプ行ったりとか、そういったことに使っていただきたいなということで、しっかり顔を分けてですね、こちらは男性、スペースは女性ということでターゲット分けて作り上げています。実際にマーケットに投入してみて、そのそれぞれの反応っていうのはいかがですか？やはりこちらは男性で向こうは女性で、思ったよりも実は EK スペースもですね、男性に好まれているっていうのは今数字上は出ていますが、狙った通りにできているかなというふうに考えています、無印良品であるとか、そういうこうすごくシンプルなんだけれどもデザインはちゃんと作り込んでるよねっていうような香りを EK スペースにはちょっと感じたんですよ。ありがとうございます、この一番の自慢みたいなところっての教えていただきたいんですが、運転席に乗っていただいた時の視界の良さ、こちらは売りだと思っています、それとやはり前に乗っていただいた時にですね、実はセカンドシート後ろのシートの、前後のスライドの長さが、クラストップです、運転席から、助手席からでも、後ろのお客様だったり荷物に簡単に手が届く、で、逆に前に出た状態だと後ろに大きなスペースができてますから、荷物がたくさん詰めます、で、今度は後ろの席に乗った時にはぐーっと後ろに下がるんで、そうすると非常に広い空間ができるということで、3つ目ですけれどもスライドドアのですね、開口幅といいますか、開いた時の、実はこう一番こう体が通る、肩とか肘のあたりが通るところがですね、クラストップです、荷物の乗りで、自分の乗り降りお子様を乗せる下ろす、そういった時にですね非常に有効である、その3点は非常におすすめかなというふうに考えています。日産でいうプロパイロット、三菱のマイパイロット、これが三菱のマイパイロットの方がいろんな車種にこうつけることができて、例えば NA 自然吸気モデルにもつけられる、このあたりはどんなことを狙われたんですか？想定としてはですね、軽自動車は、あまり高速道路に乗らないんじゃないかっていうことで考えていたんですけど、クロススペースの方はですね、大人数で乗って出かける、もしくは旅に行くといったことで高速道路に使われることが非常に多いというふうに考えましたので、我々としては基本的にオプションで選べば大体のモデルにつけることができる、そういう戦略を取っています。今軽自動車を買われる方の最も重要な点に
デザインと色っていうのがあってですね、うん、選べる喜びって非常に大事になってきているので、うん、なので我々としてもですね、そこは引かずに、はい、しっかり色を揃えに行きました。うん、なるほどね。開発の主導日産自動車がやったというふうに聞いているんですけれども、はい、当然三菱自動車としても何かこう要望であるとか、はい、そういうものっていうのは初期のあたりから出していたんですよね。開発する際にこだわっているのが、はい、車の挙動っていうんですかね、うん、アクセルを踏んだだけ走る、ハンドルを切っただけ曲がっていく、うん、そこは非常にこだわり持ってましたので、うん、そこは日産の開発とですね、はい、一緒に組んでしっかりやってきたと思っています。うん、今後はやっぱりこういうものでもブランドごとによって何か乗ると、あ、三菱だよねとか、これ日産だよねって思えるようなものをもっとなんか強烈に出していった方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりいかがですか。はい、どうしても軽だからとかですね、日本でしかないので台数が少ないだとか、うん、そういうところで少し妥協した点は確かにありますので、うん、ただ今のアドバイスをいただいてですね、うん、しっかり三菱の色は出していかなきゃいけないなと思います。うん、次の世代に生かしていきたいと思います。うん、今日はどうもありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。それでは評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。これ丸は、ルークス、日産のルークスよりもより幅広いグレードでマイパイロット、日産でいうプロパイロットが選べると、木川さんも今 VTR でおっしゃってましたけれども、やはり今の軽自動車ってどん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 こう高速道路乗って遠乗りに使う人が増えてきてるんですよね。でその高速道路で遠乗りする時の快適性とか安全性をぐんと押し上げてくれるマイパイロット、この種のシステムはやっぱりこういろんな人にね、使ってほしいんで、これはもう丸だと思います。で、×、これはですね、走り味にも三菱らしさが欲しいと、これルークスを先にやって今回三菱の、この車後にやったんですけれども、もし仮に放送の順番が逆だったら日産の人に同じことを言っていたと思います。で、要するにどういうことかというと、今ですね、いろんな同じプラットフォームを使っても味付けを変えるラブ4と、ハリアーみたいな、あるいはシトロエンとプジョーみたいな、そういう、車作りがメインになってきている中で、当然これデザインは違うんですけれども、乗ってみると全く同じなんですよ。このあたりにブランドの個性をもっともっと入れていくと、それぞれの魅力がより際立ってくると思います。はい、私は丸なポイント、これは軽の領域を域を超えた内外装の質感と先進機能の充実です。街乗りしやすい軽自動車サイズ、広くてシートアレンジも活用できる実力を備えながら、マイパイロットなど先進機能もふんだんに用意、オプションを入れると価格は高めなんですが、白ナンバーからのダウンサイザーなど、欲しい装備はかなり充実していると思います。そしてバッテン、これは EK クロススペースは三菱ならではの世界観を提案してほしいと思いました。日産ルークスが都会的な存在とするならば、三菱が提案するスーパーハイトワゴンはもっと土の匂いを感じるモデルでもいいのかなと。例えばアウトドアで活躍するデリカの弟的な頼もしさを想像させるようなアイテムを私は用意してもいいのかなと思いました。例えばアクセルの特性一つとっても、ちょっとこうスッとちょっと踏むとグッと出るじゃない、はい、これをどっちかの方はもうちょっとじわーっと出るようにしたりとか、足回りも結構これは引き締まってるけどちょっとゆったりさせたりみたいなね、そういう感じで、86と BRZ とも違ったじゃない、違いましたね、そういう感じで味付けを変えていった方がね、僕はね、結局両者は得なんじゃないかなと思うんですよね。はい、ということで2人の評価はこのようになりました。エンジンフォーザライフ。ここで視聴者からのメールご紹介します。埼玉県30代男性です。コロナの影響で最近は密を避けるドライブデートの頻度が増えました。彼女からは車があるとありがたいねと嬉しい言葉が。車はコストと見られがちだった中、改めて車の価値が見直されたようで嬉しかったです。本当にそうなんだよね。車は当然移動のためのツールなんだけれども、そのツール以上の何かこうプラスアルファのものっていうのを絶対に与えてくれるし、逆にそういうものを与えてくれない車は、僕は車としては魅力が今一つ欠けるのかなと思ってるんで、彼女さんはいいこと言ったね。いや、いい名言ですね。本当にそう思うわ。はい。
まあ、ということで今回ね EK クロススペース EK スペースを取り上げたんですけれども、改めてともちゃんどうでした？はい、まあ、このクラスはタントとか、うん、それからホンダ N ボックスとかいろんなライバルがたくさんいるわけなんですけど、うん、また一つ色を添えるモデルが増えたなっていう感じしますよね。まあ、色を添えるといえばこれ背の低いね EK ワゴンの方でもそうだったんだけど、ものすごくカラーバリエーションが多くてツートンもあって、で色がそれぞれ結構個性的で魅力的じゃない、はい、そのあたりなんかもこう実際全部販売店で見るのは無理だけど、カタログ見るだけで楽しい気分になってくるよね。自分がどれを選ぼうかなってこう、ね、悩んでいるうちが楽しくて、うん、いつの間にか買っちゃいそうですね。そう、まあ、そんな、ねこう魅力に、ね、あふれた車だったと思います。それではまた来週をお楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。 Engine for the life.